どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッド、海賊と、海賊王と最後の秘宝をやっていきたいと思います。なんとかまあ関係性は戻りつつ、まあ、そう簡単にはね、そんな長くはならんよね、っていう感じで、エレナと会話をしてるわけですが、まあ、少しずつね、関係性戻しつつ。まあ、どうにか川は渡れたな。大変だったけど。いつもみたいにやってくれるとね。本当だね。じゃあどうやって登る？そうだね。そっから流されながらって感じかな。エイブリーは最高の島を選んだわね。じゃあ今度のバカンスはここで過ごす？まあ、ありかもね。ありなんだ。あ、よかった。だいたい失敗して足くじくからね。何かある？いや。大体こういうのコンピューターの方がね、道知ってるからね。まあでもやっぱ来てはっちか。流されてあっちだね。滑るな。危ない。まあリロードは大丈夫そうな感じ。一人ぼっちか。これってもしかしてさ、あれかな、まあ、ヌスットって書かれてたけど、裏切り者たちの全員、最後っていうことなのかな、あのしゃ、あれはね。なんかそんな感じがしてきたな。うえ、やっぱこの服装からしてみんな住人だ。殺し合ったのか。多分違うと思う。こんなにまとまって。確かに積み重なってる。壁に寄せてるのかな。運ばれてきた時には死んでた。ネイト、ここは共同墓地よ。共同墓地、物騒やな。おい、またか。これ誰なの。サインによると裏切り者、反逆者だ。こんなひどい死に方。いやー、これは、うわー、ほんと拷問やね。さて、どうやって進もうかな。あ、はいはいはい。これを、え、マジで、なんで掴めないかな。掴めなかったらここじゃないってことだけど。ごめんよ、悪気はないんだ。ほんとね。これエレナをするってわけだからね。おお、すげえ。めっちゃ順応してるじゃん。またさらすだ。
ニューデボン。はあ。こうやって反乱を鎮圧したわけね。最初からこういう計画だったのかしら。住民を虐殺するって。そうじゃなくて、理想郷を語ってみんなをおびき寄せたことよ。それで全財産を略奪する。まあ、海賊ならやりかねないね。うん。たとえ海賊だとしても、残酷すぎる。ああ、そういう風にもなるわけか。門は開かないな。登って越えなきゃ。登って越えるか。ボディエンネクネエルスイネカラダ。ん？呪文？登れそうな感じは。これかな。ほい。人を通らせてくれ。なんかそこ危なそうね。危ないぞ。気をつけろ。そう。失礼。ごめんね。まあ、死人に口なしとは言うけどさ。こうか。おお、すげえ。ほら。すげえ。エイブリーのお庭ってとこか。いいところじゃない。崩れちゃってる壁と浸水さえなければね。ああ、で排水に問題あり。でもリノベーションしたら儲かりそう。さあどれどれ。誰かがダムを吹っ飛ばしてここを沈めたみたい。忘れてた。得意だったな。ねえ、エイブリの屋敷はどれかな。ああ、間違いなくあれだな。崩れてないやつ。ああ、あなたもやるじゃないの。まあ、そりゃ経験あるし、本も読んだし。やだ、最悪。え、何？入り口。サム。生きてたのね。はあ、今んとこはな。行こう。さあ、サムの救出に行きますか。危ない危ない。いつも通り飛び込むとこれ。じゃダメ元だ。やっべ。えい。お？お？じゃこっち？あれ？っていうわけじゃない。これ降りたらさ、おー大丈夫だったね。すげえ声したな。平気？あ、こっちだね。カエルが。このまま渡って、はい、よし、ギリ。サリーがここについて教えてくれた時、あってもせいぜいシンプルな家くらいだと思ってた。まあ、シンプルな家どころかね。やばいぐらいのね、もう町だもんね。いや、町という都市か。こっちだ、すごいよね。低いぞ。ってことは、あれかな、これだけ発展させたがゆえに、クリストファー・コンデントの家だ。
意地をするためにいろんな海賊をおびき寄せてたりとかしてたのもあるかもしれないね。それだけ人が増えれば住民も必要だし。笑いんだエレナ、伏せろ。見えたわ。さあ、ステルスだね。ぐらいかな。上厄介だな。でもね、やっぱ潜ってになるよね。家だな。海賊の家には見えないが、金目のものは。できるだけバレずに行きたい。崖っぷち、崖っぷち。なんだ、こっちにいた。おい、マジで。何にバレた今。それだったらもう正面からガンガン行った方がだいぶ楽だったな。みたいだね。来い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 。ねえ、あそこよ。こっちこんかな。気をつけろ、また一人やられてる。近くにいるってことか。来い来い、おい来い、おい落ちてけ落ちてけ。なんだ。やったな。どうした。何者
なかった。異常なしだ。さあ降りてで君をやる。ある程度隠れてしまえば、どうにかなるっていうね。はい、ちょっと。ショットガンか。これちょっと面白そう。さあ、大体片付いてきたね。ジャンプ中当たったね。あそこ張ってるんだよな。そっちはいけないか。こっそり行っちゃおう。あえてスルーしてしまえばね。この下か。おお、潜っていく。あ、いけるね。よし、振り切ったぞ。そうね。この隙間は何だろう。なんかあったような気がしたが、まあいいか。これは見ろ、なんかある。宛名はリチャード・ウォント、アダム・ボールドリッチからだ。
はあ、なんか奪い合いをしてたような感じあるけどね。一体何を奪い合ってたんだ。激流。ほら、登れそうよ。どこどこ。届かないよ。持ち上げても。そっか。じゃあ。おっとすげえ。流れ強いな。まあ、流されながらって感じだね。おお、これで。あれ、気をつけて。やっちゃった。ギリ、オッケー。で、こっちで引っ張るって感じか。おいで。いい子だから。こっち、こっちでよかったの。うん、絶対違うな。待って。登るのはそっちか。なるほど。ここに箱を置いたら登れんじゃない？アンガとサン、そっちね。全然見てなかった。でもって意外と届かない。レディーファースト。あら、優しいのね。おとりにするつもり？違うって、ジェントルマンらしくしたの。たまにはからかってあげないと。ああ、もう十分からかってもらってるよ、どうも。あら、しかも登れない。登れた。その差は。いやー、アンチャーテッドシリーズなんか、そうだね、これが最後だと思うと、ああいうモーションの悪さも、激しくなってくるね。おーっしゃ、いった。まあまあだったな。大丈夫。平気。こっちは。またびしょ濡れだ。疲れてあざだらけ。でもって腹減った。他は大丈夫。さあほら、行きましょう。意外と流れが強い。通っていこう。ついてくわね。さあ。あら、意外と。あったあった。まあ住民かもしれないけど。けど他に誰が？一軒だけ沈んでない屋敷があるのがなんか気になってさ。エイブリーね。その通り。うん、特にね。なんでエイブリーの家だっけ。これなんだ。大丈夫なんだろうね。
いな。ハエの王の話みたいだ。本当に。うん。で、ここか。敵はいない。ここからかな、入るなら。おお、すげえ。そんじゃ、また泳ぎますか。はい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 。ねえネイト、ほらあそこ出口じゃない。おい、見えません。おい、流れが早い。で、なんとかついて、こ、あわったね。待って、押さえてるから。ああ、サンキュー。いいぞ。反対側。ありがとう。ちょうどいい重さだったよ。ああ、じゃなくて。大丈夫。今のは褒め言葉だったんだって思うから。そうそう、褒め言葉。褒めてないけど。あ、今のはダメとなると、そういうことね。あ、よかったよかった、これで反対がいけるね。変なことしなくてよかった。余計なこと考えたら危ないからね。別の道探すよ。いい道がありますね。よし、離れてろ。いいぞ。すげえよね、あんな綺麗にまっすぐ立つって。こいつをどかすか。よし、見て、トーマスというの印だ。ここは彼の屋敷ってこと。ナンバー2にのし上がった男か。ナンバー2ね。何なのこれ。パーティー会場ってとこ。乗り遅れちゃった。毒殺か。ねえネイト、これ見て。また印か。マジかよ。何こいつら。エレナ、こいつらがリバタリアを作った海賊だ。何があったんだ。私はお医者様じゃないけど、見た感じ毒みたいだな。でもこれ何の集まりかな。金持ち海賊の自殺クラブってとこ。まさかな、こいつらが。
エイブリーの名において明日夕刻貴殿を我が屋敷に迎える。互いの恨みを捨て和解すべき時が来た。再び神と自由の旗のもとに集え。トーマス・テューのサイン。ってことはテューとエイブリーだ。ホストがパーティーの途中で消えたってか。それってホスト失格じゃない。つまり宝を奪われて住民たちが大反乱を起こしたんだ。住民は始末したけど、今度は海賊の間でごたごたがあった。そんなとこ。そこでエイブリーとテューは全員を集めた。ほらそのなんだっけ、互いの恨みを捨てて和解すると言ってね。そして全員で乾杯。いいか野郎ども、神と自由のためにってね。で酒を飲んだ。二人以外ってな感じで、めでたくリバタリアの宝は二人で独占ってわけだ。こいつらみんな名だたる海賊だぞ。それが一瞬で消されちまった、このテーブルで。すごいわね。あごめん、ついついごめん。大丈夫。で、問題のホスト2人がここにいないってことは、エイブリーの屋敷ってこと。え、行く。さ、特撮ね。まあ、古典的な感じもするけど、まあ、一番効果的ではあったって感じだろうね。よし、記念にね。記念になるか。さあ登っていこうか。よし、こっちでゆっくり。よし、気をつけて。やばいね。へっちゃら。それじゃあ上で会いましょう。そうだね。元気？うん。さあ、そろそろかな。着いたね。こっちからかな、入るなら。ああ、いるな。気を抜かないようにね。そんじゃ、エイブリー船長、お邪魔しますよ。そのあたりに鍋が、鍋だけでもかなり売れそうだけどね。今日の一言、ケバケバしい。なぜ彼はテューを殺さなかったの？彼の右腕だったとか。ああ、そう、ご名答。頭がイカれた奴の命令を聞いてたってわけ。私の最初の仕事みたい。あのテレビ番組のプロデューサー？うんうん、メキシコ料理店のマネージャー。メキシコ料理店で働いてたの？高校の時のバイト。あの帽子かぶって。ボスがすっごくイカれたやつだったの。あんな帽子かぶれるくらいだしな。ちょっと何か言った？帽子をやたら攻める。見ろ、ショアラインが入り口を封鎖した。
ご丁寧に足跡残してるわね。どこに行ったのかな。武器変えるしかないよね。エレナ見てみろ、足跡がドアの方に。上ではないんだね。くそ、反対から封鎖が。通り道にバリケードを置くってことは何か見つけた。開けるの手伝って。うん。あ、まずい。まあそうなるよ。いや、ほんと嘘でしょやった今の。エレナさん、めちゃくちゃ邪魔っす。エレナさん、マジでそこ邪魔。銃ちょうだい。標的を発見。あっちに行ったぞ。あっちを見てこい。俺がやる。いたぞ。危ない。あとは。マジか。ドアを開けよう。何隠したか拝見だ。いやよし行くぞ。ほら、なんかお宝っぽいけどね。おお、どうも。それは手紙みたい。エイブリーの署名付き。マジで読んで。
忠実なる仲間へ。太陽が栄光の楽園に沈むとき、我々はその富を守り抜くべし。裏切り者のテューは秘密を知っている。すぐに行動せよ。ダムを破壊しニューデボンを一掃し。なるほど。ほらね、私の宝を通路から船に移動せよ。テューとエイブリーは対立してた。そんなに驚くこと？いや別に。ほらこれ。サンキュー。じゃあ通路を探すか。テューが裏切り者という感じか。あの晩餐会に呼んだのはテューが独断でっていう可能性が高そうだね。足跡はここで途絶えてる。そんじゃ奴らはどこに？探しましょう。お？全然関係なかったな。すごいのこれ。何かあった？イギリスが発行したエイブリーの逮捕状のコピーだよ。世界一のお尋ね者ってことを誇りにしてたのか。ほう。まあ、お尋ね者なのはね。サムのライターだ。落としたのかな。ああ、わざとね。ってことは近くに探し物があるってことだ。他に部屋の出口があるはず。エイブリーの通路ってのはそのことかも。スイッチはどこだ。もしかしてこれはスイッチ。違う。ただの時計。ネイト。なんかあった？多分ね。うわ。誰かが先に解いてくれてた。どうやって？リバタリアがあるはずの場所に血のついた指紋があったから。押したの。やるじゃん。さすが。じゃあ、今回ここまでにしましょうか。結構キリがいい感じなんでね。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。